静岡県連合。静岡県議会議員杉山敦史様。野町議会議員原信也様。野町議会議員梅沢仁様。西町議会議員佐藤博文様。野町議会議員平野健様。国会議員三上はじめ様。続いてみんなで作る立憲静岡でございます。静岡市議会議員松谷清樹様。支援する市民の会富士でございます。富士市議会議員小沢英子様。徳川家広御殿場応援団です。御殿場市議会議員辻川紀美子様。そしてもうお二方ご紹介させていただきます。元静岡県議会議員野沢博士様。本当にたくさんの皆さんに今日は応援に駆けつけてくださいました。そして、今日は衆議院議員阿久津幸彦様が応援に駆けつけてくださいました。政務官国家戦略防災担当、内閣総理大臣補佐官
現在立憲民主党東京第11板橋区総支部長でいらっしゃいます。それでは代表してご挨拶を賜りたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました立憲民主党の役員室長をしております衆議院議員の阿久津幸彦でございます。まずはじめにこんなに大勢の方々に家広さんのためにお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。立憲民主党を代表してあるいは国民の一人として心から御礼申し上げます。皆さん本当にありがとうございます。実は家広さんが初めてお会いしたのは、候補者面談の時です。家広さんがもしかしたら参議院選挙に静岡選挙区から出てくださるかもしれないそういう意向を受けまして、立憲民主党として私選対委員長の代理をしておりましたので面談をしました。歴史観とかあるいはですね、多様性の話とかですねボトムアップの経済政策とか、家広さんは立憲民主党の政策についてパーッとこう述べられるんですね自分の言葉で。で私はその時気がついたんです。実は私たちは立憲民主党は自分たちの政策だと思っているけれども実はこれはもうすでに家康公が400年以上前に築かれている家康ビジョンと言ったらいいんでしょうか。それで相通ずるところがあるから家広さんからしたら何の矛盾点もなくボトムアップの経済学とかですね、歴史観とかですねそういうのを自分の言葉で語ることができるのは素晴らしいな。こういう人こそ静岡選挙区から出てもらいたい。もう即断でですね決めさせていただいた次第です。改めて申し上げます。皆様にも心から徳川家広さんをご推薦申し上げます。どうかよろしくお願いいたします。さてせっかくの機会ですので少しだけ、原発ゼロに関する私の体験談について駆け足でお話をしたいと思います。2011年3月11日原発事故を含む東日本大震災が発生しました。その時私はですね、内閣府の政務官としてですね、最初の3日間は、菅総理と一緒にもうぴったりついて、官邸の中で過ごしました。菅さんが、原発からの避難地域をこう設定していくわけですね。3キロ、6キロ、9キロ、12キロどんどんすごい様相で広げていくのを今昨日のことのように覚えています。それから私はですね宮城県の、政府現地対策本部というところで、原発関係ではなくて復旧復興関係の仕事の責任者としてそこに赴任することになります。その仕事が始まって3日ぐらい経った時ですかね、菅さんから、総理から直接電話がありました。第一原発の3号機が温度が下がらなくて困っている。阿久津君石原慎太郎さんの秘書をやってた経験があるんだから石原慎太郎さんにお願いをして東京消防庁が持っているハイパーレスキュー隊を派遣してもらえるように頼んでくれないか、そういう内容でした。私はそんなことできるだろうかと思いながらも菅さんのあまりの深刻な声にですね、すぐ分かりましたと言ってました。それからが大変で石原慎太郎さんとは、政党が分かれたこともあってですね10年以上音信不通で、もちろん自宅の電話番号なんかも秘書自体のことを忘れてしまいました。しばらくこう悩んでたらですねこれ本当の話なんですけども、天空に番号が電話番号がボン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 って出てきたんです。で今をあの後で分かったのはそれはあの石原さんからいざという時に、秘書時代ですね、この緊急電話番号を覚えておけと
これかけたら真夜中でも出るからというふうな聞いてたのが多分脳のどこかで、あってですね、あまりに緊張してスパークしてですね、生物学的には何て言うんでしょうかね、そういうことが起こってですね、番号がかかって、でそれですぐかけてみたらですね、石原紀子夫人が、あなた阿久津さんから電話よってそんなにびっくりしないですぐ石原さんに取り付いてくれました。で石原さんは阿久津から電話があったということで、おそらくもう察知してたと思います。なんだかどうしたというんで、実は高校しかしたで3号機が危ない状況なので東京消防庁のハイパーレスキュー隊を送ってくださいとお願いしました。そしたらです、そんなもん送ったよで烈火のことが起こってですね、もうとっくのとこに送ったよって言うんで、いやいや石原さん待ってくださいと、いろんな連携のミスが重なったりしてですね、ハイパーレスキュー隊現地に入れてないんです。もう一回責任者として都知事としてその命令を下してくださいというお願いをしました。そしたら石原さんが分かったと言って、そんな国の一大事に東京都は協力できることは何でもするよ、菅直人総理にそういうふうに伝えておけって言って電話を切って、それで、そのすぐ後ですね、明け方の4時にはハイパーレスキュー隊が現地に向かい始めて、昼過ぎにはキリンというですねハイパーレスキュー隊のこの大きな消防のあれで、3号機に向けてですね、ダーッと海水を注入して、24時間以上ずっと注入して、なんとか温度が下がった。私はこの話をですね、政党を超えて菅直人総理と石原慎太郎知事がコラボしたことで日本が救われたという美談でお話したつもりはあります。やっぱり原発っていうのはですね、それほど恐ろしいものなんです。緊急事態には子供に溶素剤を飲ませなければなりません。そして避難したいです。立憲民主党の原発ゼロ基本法案、これは野党とも協力して出させていただいたものですけど、そこにははっきり明示します。5年以内に政府が決断して原発の廃炉までやるんだということをはっきり約束している初めての法案です。このことも含めてですね、家広さんには自分の言葉でこの民主党の立憲民主党のですね政策、あるいは立憲民主党の政策かどうかなんてどうでもいい、家広さんが自分の歴史観の中で考える、価値観の中で考える本当の真理をですね、静岡県民の方々に心を込めて語っていただきたい。そうすれば必ずつながる、私はそう思っております。ぜひ皆さんの協力のもとで、多くのご協力者のもと、協力のもとで家広さんを静岡県民の代表として、日本の代表として国政に送っていただけますよう心からお願いを申し上げまして、私阿久津幸彦からの皆様への感謝の言葉に変えさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。